新世界の怪物ポコエフロンだということで、今回は緊急で撮影してるんですけども、コメント欄でフォートナイト最後の動画だって言ってる人もいれば、ポコエフロンフォートナイト復活するんじゃねみたいな風に言ってる人もいると。まあ、簡単に言うと、まあ二つの意見がまあぶつかり合ってる状態なんですよね、コメント欄で。なのでここではっきり言うんですけども、フォートナイトは復活しません。ん？今日ってさ、エイプリルフールじゃね？ってことはさ、復活しませんって言ったら、復活しないといけなくなるってこと？あれ？ちょっと待てよ。復活しませんの逆は復活するってことになっちゃうんだよな。あれ？これってもしかして、復活しなきゃダメなのか？いやでも編集でここカットした、いやでも待てよ。俺って新世界の神だから、こんなところで編集カットして、かっこ悪い人間というかかっこ悪い神になりたくないんですよ。なので、まあ、ここはカットしちゃダメだね。一度言ったことは、ちゃんと真っ当に守らないといけない。ってことは、もうフォートナイト復活しないといけなくなったってことか。うわ、やらかしたわ、マジで。うわ、やらかしたわ。うわ、マジか、今日エイプリルフールか。いや、まさかね、こういうことをするためにあの引退動画を撮ったんじゃないかとかコメント欄で来そうだけど、うわ、うわ、やらかしたー。この動画がどうしても撮りたくてあの時あの動画を撮ったんじゃないかって思われそうだけど、うわ、やらかしたってマジで。うわ、マジか。うわ、マジか、そっか、そっか。まあまあでもしょうがないね。うん。まあ今日エイプリルフールなんで仕方ないんですよ。まあやっぱ男に二言はないって言うしね。まあもうしょうがないよね。男に二言はないんで。エイプリルフールで言っちゃったもんだから、二言がねどうたらっていう話になってくると、あのフォートナイト引退しますって一回言ったのに今引退しませんみたいになってるじゃんって言われそうなんだけども、いやね、まさかね、この動画を撮りたいがためだけに引退しますの動画撮ったとは言えないよね。まあ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 仕方ないことなんですよ。もう言っちゃったんで、エイプリルフールで復活しませんって引退しないことになっちゃったね。あ、なんか心配とかね、あのいろいろしてくれたと思うんですけども、まあそんな方もありがとうございました。で、なんか引退嬉しいみたいなコメントもねありましたね。早くフォートナイトからお前は消えてくれみたいなコメントもあったんですけども、すいません、消えることができませんでした、できませんでした。ってことでね、僕はフォートナイトをこれからも続けていくつもりです。まあエイプリルフールだもんな、仕方ないよな。ってことで、僕が引退すると思っていたアンチの皆さん、お疲れ様でした。ってことで、バイバイ。